でね、セカンドシーズンに発信したよっていう話を前回させていただいたんでございますけど、皆さん投票ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんのね、もう投票がすごすぎて、もう本当にサーバーが一回止まったんじゃないかと、すごかったよね。やっておりますけれども、はい、見ての通り日本撮りやっておりますよね。僕が変わっておりませんので、まだ私たちは知りませんので、はい、知りませんけど、どうでした、オープニングこれになりましたけど、ありがとうございます。素敵ですね、めちゃめちゃいいですね。どれも素敵、どれも素敵でした、ね、1本目だって撮った後の、うん、福さんもまた言ってましたから。あー、言ってましたね、びっくりました。俺が作ったよアピールがすごい、俺がやっとったよ、やってやっとはぐらいやみたいな使われるか分かんないぐらいの喜びで、ね、画面がいじるっすねみたいな感じでちょっと言ってたけど、そうです、いやらしいわ、困ってる、困ってる、めっちゃ困ってる。あのね、まだ何回しか会ったことないんです。そうだよね、うん、けどね、なんかもう甘い面って思ってます。甘い面に出会ったシーズンの、第一コンテンツといいますか、はい、いよいよ始まるわけでございますけれども、なんか結構ね、リクエストが多かったみたいで、ワツインマイバッグ、ベッキーがお仕事の時、普段、バッグの中に何を入れて、はい、歩いてんだいと、うん、どういうことでモチベーション保ってんだいと、うん、そういうのを、ね、知っていこうと。意外と知らないもんね、メンバー同士も。確かに意外とない、ね、確かに興味ない。あ、逆に興味ある、ね、終了です。ちょっと出していきたいと思います。よいしょ、はい、めっちゃ入ってんね。私はこんな感じです。なるほど、じゃあ1個ずつ説明していってもらいましょうか。はい、じゃあこちらはね、まあメイクちょっと崩れた時に、はい、男性ね、そうそうそう、今一番おすすめのやつを持ってる中で、これだ、これね、ひながおすすめしてくれたあのブランドだけど、ザ・シーム、ザ・セームっていう、韓国のブランドですけど、ここではビューティーフォローしないんだよね。ここだよ、するとしたらね、あ、こちらです。しかもなんかやり方がキモいんだよね。こうやってやったでしょ、完全にこうやってやったでしょ。ちょっと、初めてだから、わかんない。いけてますか。こちらです。これはね、すごい長持ちさせるコンシーラーなので、めちゃくちゃ好きです。いいよね。まあ、あとは普通になんか毎日使うぐらいのメイクをチチッするくらいです。はい。次はどこ行こうかな。これはね、これ見せていいかな。なんかこれは普通にメディケーションポーチ。で、薬系とか。そうそうそう、うん、私喘息持ってるから、これはもう毎日持ってます。意外と初出し情報をね、そのするって確かに。あ、嘘、喘息って言ってなくない？あ、言ってない。あ、私ものすごく喘息持ちなので、もう全然待って、喘息の薬にビューティーフォーカスしたら結構面白いと思ういいと思う。いい。でもね、喘息持っててもあんだけね、踊ったりとかできるのすごいよね。そうだね。なんかたまにわーって笑いすぎてってなる。そうそうそう、だから最近は踊るんじゃなくて、5人で笑いすぎてこれを使うことが多い。多いね、多い。そしてね、目薬とか、はいはい、なんかアレルギー系の薬を、うん、ここにあります、うん、これは普通のシュッシュ
香水。これは、Victoria's Secret。 で、これもあの乾燥した時にヘアクリーム。財布。え、財布の中でいくら入ってるの今日。おお。いいね、いいね。いいね。気になる、それは。あ、5000円も持ってます。今日は5000円持ってます。お金持ちじゃん、今日は。嘘でしょ？大丈夫、そんな入れてて。危ないね。危ない。あと5000円とか、保険証とか。絶対、セキュリティ呼びなと。危ないから。東急ポイントカード。東急。まあまあ、そういうのね。ここにあります。はい、これは、普通のノートブックで、まあ、歌詞とか書きたいとき、なんかカフェとか入ったときに、なんか、あ、暇だなと思ったら、なんか、書いてます。これは、それ何？それね、これはね、私もちょっと謎なんだよね。これは謎なの？あの、とりあえず、ポーチが一番大きいから、全部ここに入れてるんだよね。なんか、新しい顔に。あー、オッケー。容赦2だ。すごいね。容赦2？ジョーション、すごいね。ボディクリーム、これあの普通の仕事の日だったらボディクリーム、ヘアオイル、あそかヘアジェルなので、うん、ハンドクリーム、めっちゃ入ってる。あんだけ欲しかった。もうぬるぬるよ。あ、違うね。ベタベタ。アウトフィリティの。もう一個。なんで持ってない？私1個も持ってない。私も1個も持ってない。うん、まあ、はい、で、まあ、チャージャー、エアポッツ、あの、これハンセンサー、あ、これあのね、お母さんが持ったやつだけど、ベイビーヨーダ、そう、あのお母さんが一時期めっちゃベイビーヨーダにハマってて、あのぬいぐるみとこれめちゃくちゃ可愛くない、可愛いよね、やめて、めちゃくちゃ可愛くないベイビーヨーダのぬいぐるみがアキナチにあるんです。そうなんだよ。で、これもそしてあのお腹空いた時にスニッカーズ、いいですね。なるほど。で、私はこんな感じですかね。すごいね。おー、めっちゃ持ってる。めっちゃ持ってる。まあ、普通のルイ・ヴィトンのカバーで。何何何何ルイ・ヴィトン後ろから。ぽいよね、でも。ちょっと待って。いや、アキナっぽいの持ってるイメージもある。ヴィトンアキナっぽいよね。ぽい。というわけで次はタキちゃん。イエーイ。はい、まあ、最近ちょっとカバンちっちゃくなってるんですけど、このカバンシャッフリーよく最近気になってる。これは面白いぞ。おもろいな。はい、まあ最初からも充電器大事、うん、絶対持ってもんね。絶対持ってる。もうタキに借りるもん。借りる、うんうん、そう、まあ、ディオドレント大事。最近暑くなってるから臭くなったら嫌だなって思う、ね、毎回言うもんね。ちょっと脇いい匂いする。脇の匂いやるから臭かったことはないんだけど。香水、ちっちゃめの香水で、キャップはどこにいたの？こっち。なるほど、そういうタイプのね。そう、はいはいはい、それはどこの？YSL のムーンパフィのやつです。めちゃくちゃいいね。なんかさ、お手手がちっちゃいのでさ、入んないの？え、お手手がちっちゃいの？お手手がちっちゃいの？あと、まあ今日はもちろん撮影なので、最近めちゃくちゃハマってるディオールのリップマキナイザーと、YSL の赤リップとディオールのローステ。めっちゃ持ってる。めっちゃ持ってる。持ち。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。まあこれがリップ、これね、こことか入れたりするとか、とチークで上からで終わりの感じです。なるほど。なんか今日はちょっと、肩が痛くて大きい側だったら痛いなって思っちゃって、ちっちゃいカバンにしたの。あ、そういう理由で。ちっちゃいかも。足で済みそう。なんで肩が痛いかは、問題と言われます。コメント欄に。ファンデーション、ピーニーファンデーション、韓国のブランドの方で最近ハマっています。はいはいはい。まあ、今日のタチの収集。最近ね、ノートブック持ってるんですけど、書き始まっちゃった理由が、なんか最近書くとき自分の字が汚くなってるなと思って、最近ってさ、ずっと携帯で
喋ってるじゃん、ね、でも自分の字がどん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 汚くなってるのもう嫌だなと思ってちょっと練習な感じで踊りたいなって思ってそうこれでノートブック、なるほど、目薬、はい、コンタクトしてること多いからねそうですよ あと何やっぱ気持ちあー、うん、あースースーするやつ好きなタイプ だ気持ちいい大好き、うんデカめのイヤホン、うん、イヤホンでかいよねでかいビーツかビーツのでかいいいよなビーツなんかさエアポーツとかさこのままじゃん絶対立ってなくなるさなくしそうなるほどなくしそうなくしそうめちゃくちゃなくしてるじゃんなくしてる何の話アヤなんてコンビニの冷凍庫の下にさ絶対もしないけど一応ねずっとカバンの中でアクセなんとなく入ってます、へえ。なんかポニーとか急にしたら、まあ、寂しい時もあるから、はいはい、入れれるように持ってます。うーん、頭いいそれ。そうでもあんましないタイプかな。そうなんだ。え、あんましないじゃん。うん、あんましないよね、開いてるのに。そうそう、たまにめちゃくちゃやる気出してめちゃくちゃついてるけど本当はしない。へえ。そこよ。あとはもちろん財布。いくら入ってるの？私ね、これみんな知らないかもしれないね。コインめちゃくちゃ持ってた。わー、持ってるねー。あ、結構ちゃんと持ってる。はじめまして。ほんとだ。お金が…リアル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 。レシート持ってきた。レシート持ってきた。めちゃくちゃスイカ。スイカめっちゃ持ってる。なんで減ったじゃん、でも。だいぶ減った。あとスターバーカードね、3個持ってる。めっちゃ危ないっていいの。出した方がさ、嬉しいだよな。嬉しいだよ。そうそう、かわいくない？これがかわいい。かわいい。これかわいいよ。かわいい。あと元領収書。あと保険証もちろん。はい、以上です。結構現金持ってた。そしてそれな。でも、アキナの方がお金持ちだもんね。そうだよ。5000円も持ってるから。そうだよ。何も買えてるよ。そうだよ、5000円も持ってるから。2万円だけど、こっちは2より5のが上だもんね。そうですよね。自分で取っちゃうよ、もう。はい、タキシャありがとうございました。ありがとうございました。